園に連れてってくれるの？明日帰ってきたらな。やったー、ソウスケよかったね。アナコンダ見れるのかな。食べられちゃうかもよ。負けるもんか。じゃあ行ってくるね。うん、行ってらっしゃい。今日も運転、お気をつけてね。バイバイ。お疲れ様です。動産 27F 特に引き継ぎ事項なしです。承知しました。お疲れ様です。これから天気悪くなるみたいですから気をつけてくださいね。マジっすか。気をつけます。変な天気だな。もうどうでもいいや。制限よし、時刻よし。ソウスケ動物園楽しみにしてたな。無事故で仕事終えて早く帰ってあげよう。うわー、雨降ってきたな。はあ、何も考えたくない。楽になりたい。今日はいつもより人少ない気がするな。次の電車で終わりにしよう。え？なんか嫌な予感が。次の電車で終わりにしよう。え？なんか嫌な予感が。嘘だろ？やめてくれ！止まれ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 ！ダメだ。ただいま。おかえり。ソスケとハンバーグ作ったけど食べる？ああ、うん、僕がハンバーグ作ったんだよ。美味しそうだな。いただきます。パパ、どうしたの？ちょっと食べる。ちょっと大丈夫？くそ、肉を見たら吐き気がする。しかも未だに鼻に残る強い匂い。ごめんな、ソウスケ。大丈夫じゃないね。ああ、どうしたの？いや、なんでもない。帰ってきてからおかしいよ。会社でなんかあった？いや、おやすみ。動物園にレッツゴー。パパ、無理しないでね。大丈夫だって。よし、行くぞ。まずい、人が飛び出してくる。ごめんパパ、今日はやめとこ。いや、大丈夫だよ。大丈夫じゃないでしょ。え、もう無理しなくていいよ。分かってるから。何があったの？実は大変だったね。もう元気なふりはいいからお家帰ろ。ごめんな。動物園は？ソウスケ、また絶対行くから我慢できるよね。うん。はい。お休みのところすいません。会社の上司の小堀です。あ、いつもお世話になってます。旦那さんは？すいません、今寝てると思います。起こしてきますね。いや、いいんです。これよかったら皆さんで食べてください。あ、ありがとうございます。彼に運転手としての過失はありません。はい。電車に飛び込んだ本人は辛くて逃げたくて言いたかったんだと思います。はい。でもその選択は絶対に間違ってると僕は思います。え、だって一番傷つくのはその遺族や引いてしまった運転手やその家族なんです。大切な人に自分と同じ思いをさせたくないと思えたら、実という選択肢は間違っています。はい。過去に引いてしまった罪悪感が原因で鬱になり実をしてしまった運転手がいました。ただ頑張っているだけの運転手にもうこんな思いをさせたくないんです。大国のこの国がもっと明るい方向に進んでいけるようにもっと声を上げて耳を傾けていきたいです。はい。人間生きていたら変われるんですよ。ちょっとしたことで変われるんですよね。アナコンダだ。でっかいな。笑顔よし。